どうもカマです。キングダムズティボーン実況パート10やっていきましょう。水上歩行者たち。さすがうちの国民。前回、ついに住宅レベルがマックスの、レベル8に到達をしました。はい、ずらっと並んでるの、なかなか壮観ですね。はい。これによってですね、姫路城の研究ができるようになりましたと。これ、あれですね、遺産ってやつですね。合計4つあり、その4つを、建築したものが、この世界を滑るであろうという言い伝えがあります。ルールでそうなってますんで、はい。今、2つ私、建築しました。大仏と、パゴダ。残りは、姫路城と黄金の仏閣っていうね、この2つを、今回、研究をしてですね、いよいよ、この混沌とした世界を統治しようかなと、思っております。まあ、あとはできれば研究もね、全部これ、達成したいなぁとは思ってるんですけどもね、石油の開発なんていうのもあるよ。こういうのもね、すべてやっていきたいなぁとは思ってもいるんですけれども、はい。まあ、ちょっとどれぐらい時間かかるのか。だから、科学力ポイントもたくさん稼ぐようにしたいよね。うん。いろいろ工夫はできそうな気がするんで。はい、できれば、コンプリートした上で見事クリアということで大団円で終わらせたいと思っています。はい、ということでじゃあ今回最終回になりますキングダムズリボンやっていきましょう。確か科学力ポイントを、増やす施設があったような気がしないでもないんですよね。何だったかな。あった、カードショップにあったわ。研究所、科学力ポイントを生成します。原料として紙を利用します。紙とな？この製紙工場で大量生産はできるんだけれども、まだちょっと時間かかりそうだよな。これするか。紙工房。木材から紙を生産します。木材使うのね。ん？ドックは水に面している必要があります。だって。紙工房だよね。ほい、できた。おー、水車を使うんだね。へー。で、木材22を紙19にすると、木材がね、最初から最後までずっと不足気味。まあ、木がね、いっぱいあるからね、ここら辺もバツンって伐採しちゃっていいと思うんだけどね。はい。で、そこで研究所を購入します。1760、お安い。紙工房の隣でいいんじゃない？向かいでいいか。向かい。ここら辺に。研究所。ちなみに、隣は、居酒屋ですね。めちゃめちゃ、シラフで仕事なんか、研究なんかできねえよっていうね。ベロンベロン研究と。おーい。これは和風じゃないね。で、紙を29使って、知識ポイント1508。あ、結構なもんだね。あ、でもすごい時間かかる。これ、最高スピードでやってるんだけど。じゃあ、電気化するか、電化。電力 5kW。まだ足りるかな？あ、大丈夫っぽい。これさ、電力の状況がよくわかんないんだよな。ここにあるじゃん？火力発電所。これ、電力充足度 0kW でよくわかんないんだよね。発電量も0。わかんねえんだよな。だからまあ、とりあえず、電化して、足りなくなったら、もう追加していきましょう。あとはやっぱり学校かな？これがあるとね、周囲の住宅の火薬力ポイントプラ 70% でしょ？あとなんかもう一個あったような。図書館か。これプラ 50%。これがまだ、ほら、こういうとこやってないからね。うん。これを地道にやればだいぶ変わると思うけどな。あとそうだ、動物園のコレクション俺まだ諦めきれてないんだよね。あとは、ラバと、茶色クマ、黒クマ。この3種類がいればコンプリートなんだけどね。クマは見た目わかるけど、ラバはもうとりあえずひたすらクリックしてチェックするしかねえな。ラバ？赤い鹿。ラバ？赤い鹿。はぁ、クマ発見！やった！久々に見たな、クマ！捕獲！よっしゃー！ちゃんとなんか鮭っぽいの加えてない？かわいい。あと黒いクマか。お前、馬車で海渡んなよ。すげえ、水陸両用馬車いた！ラバー発見！やったー！捕獲！よし。あとは黒いクマか。黒クマ。見たことないんだけど、俺、黒クマなんて。おお、すげえ。あー、はいはい。
ファティマ、あ、違うわ。全然関係ない。小都市だったわ。気まぐれに殲滅するか。はい、いけー！あ、アンクリフォード贈り物。苦しゅうない。はい。お疲れ様でした。さようなら。あー、殲滅しました。エキャントット。エキャントット殲滅して、お、すごい！ 9 万ゴールドも略奪した。あ、これは、これはやめられまへんな。やったね。あ、なんだこれ。PHS って書いてない？あ、なに？イニシエの祠。あー、これはなんか、ミュージアムに飾る何か見つかるわけじゃないんだ。あ、やった！研究完了！来た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 ！姫路城！おー。じゃあ、早速もう一個、黄金の仏閣。あれ、ちょっと待った。住宅レベル8、75件しかなくなっちゃったよ。あれ？足りてないじゃん。マジかよ。あれ、高級品ティア3、結構あるんですけどね。足りてない。ティア1、ティア2の高級品が行き渡ってなかったりする。特にティア2がなんか少ない気がするな。じゃあ、日本からコーヒー豆でも持ってきましょうか。OK！ 80いった。よし、研究。また減る前に研究。姫路城を建てましょう。レンガ、ガラス、コンクリート、あれは鋼鉄か？全部あるな。ちょっとやっぱり、ジャパメリカの中心から近い方がいいよな。この辺りか。こっちに欲しいな。ちょっと、君。はい。さようなら。退場していただくと。で、領有権をすかさず主張して、そこに姫路城ドーン。はい。ちなみに、急速建造しようとすると100万ゴールドかかるんだね。すごっ。そうだ。世界貿易局ってどうなったんだっけ？まだできてないの？もういいから作っちゃうか、これ。急速建造しちゃおう。はい。おお、でかそう。おお、でか。すごいな。ラウンドごとに価格を 5% 増減させる？価格を上げる資源。鉱材今価格50だったよね。それを、はい。価格を上げます。価格下げるのは何にしようかな。あ、カカオにしようか。カカオを今輸入に頼ってるから、俺。クマ。黒クマ。まだ探してます。こういう森にいそうだけどな、黒クマ。これ見ればわかるか。道建設モード。お、研究完了。よっしゃ。なんだっけ、黄金の仏閣か。じゃあ、あとは製紙工場行きますか。これで、紙を大量生産できますね。工場系。はい。マジでクマいねえな。もう、黒クマどころか、茶色いクマも全然いないものも。頭来たわ。ちょっと、こういう小都市、絶滅させてやろう。ああ、すっきりした。お金ももらえるし、一石二鳥だね。製紙工場、アンロックしたんだけど、置く場所がないから、このオアシスのギリギリのところに置こうか。はい。あ、55年経ったのか。そうですか。そんなに経ったか。感慨深いな。印刷紙かトイレットペーパーを作れる。トイレットペーパーは確かティアさんの高級品だけど、今回は印刷紙を。はっ！これそうじゃねえか？これ黒クマじゃねえか？これ黒いよね。お前黒クマじゃない？やっと見っけた。めちゃめちゃ時間がかかった。よし。外交領の地域で動物を盗むにはコストのペナルティー。まあコストだけなら全然いいよ。1万でしょ。よっしゃー。オッケー。やった。これで、動物園に全ての動物が揃うはずだ。まず、じゃあ、ラバ。はい。キャラバンから 50% プラス。キャラバンってなんだ？あ、あれか。対象宿だったっけ？交易路を使ってなんか自動でお金が入ってくる施設があって、それだな、多分な。で、あとは、クマセット。茶色のクマ。そして、黒いクマ。よっしゃ！街の魅力 50% プラス。素晴らしい。あ、アンクリフォードもお祝いをくれたね。100ゴールド。100かよ。見てください。街の魅力 90% になりましたね。
うん、そして当たり前のように動物は一匹もいないと。これはいかなることなんでしょうね、これはね。もう本当に俺は悲しいよ。動物園に来たのに動物がいないって、あれか？人間も動物なんだよ的なトリッキーと見せかけて使い古されたオチだったりする？一方でアーティファクトコレクション、これこんないっぱいあるの？なんかあった？そういうもの。全然俺気づいてないんだけど。そういえば鋼鉄の値段って上がったんでしょうか？下がってない？あれ ?49 になっちゃったけど。過去変わらず。ちょっと意味はわかんないですね。どういうこと？印刷所もアンロックできたので、早速作っていきたいと思います。はい。紙と染料を使って、書籍を作る、ティアさん高級品。なるほど。どういう本を作るんだ？漫画とかあるのか？まあ、電子機器があるぐらいだからね。漫画だって当然あるでしょう。下手すら電子書籍もあるよ。今やっと印刷所デビューしたけどさ。おー、すごい。輪転機的な？これ新聞っぽいな。瓦版とかじゃないこれ。電子機器があるのに。時代交渉めちゃくちゃだな。お、姫路城作ってますね。今、一人で姫路城一人で作んな。よし、わかった。俺がバックアップしてやろう。24万を払って急速建造だ。はーい、姫路城完成。すごー。これガチの姫路城、こんな形？なんか違う気がする。もっと言うと色も違う気がする。全然真っ白じゃないもんね。白鷺城じゃないぞこれ。うん、まあパラレル日本の姫路城ということでね。遺産スコアが770と、俺の合計勝利点6074だって。高いんじゃないこれ。ちょっと他の国がどうなのか全然わからんけどね。じゃあ、あとはこの黄金の仏閣を建てれば、ゲームが終わるんだが、終わる前にちょっといろんな研究を終わらせてしまいたいね。アンロックしてしまいたいので、まだ建てないようにしましょう。つうか、金の延べ棒4800ってやばくないか。今、3本にいくつあるんだ ?2700。あれ、足りないね。もっとガンガン作んないと、延べ棒。あ、金鉱脈が枯渇した。マジか。よし、わかったわかった。おっちゃんが、買ってやろう買ってやろう。な、カードを購入。鉱物の補充。こうちゃるこうちゃる。はいはい。3枚買ってきたからな。これで、じゃんじゃん。励んで励んで。石油の開発が完了。油井から石油を抽出。で、石油で発電する。いいね。作りたい。で、次、勝利点いくか。これ研究完了すると、勝利点プラス1000。はいはいはい。まあ、ダメ押しだな。あ、これか？これが油井か。ああ、石油の豊富な地域。なるほど。ここまで足を伸ばすの大変だけどもね。ちょっともっと近くにないの。ここか。これが近いかな、一番。うん、ここならいけるな。よし、買おう買おう。久しぶりに、領流権を主張しています、私。はい。石油プラットフォーム。これはどこでもいいんだね。とりあえず掘れば石油が出てくるっていう、夢のような場所ですね。じゃあ、3つぐらい。だとか。で、石油発電所を俺ここに建てちゃうよ、もう。パスーンって行っちゃっていいね。よっ。おー。石油産業。はい、入りました。石油入りました。50キロワットか、これも発電しております。じゃあ、これでいろんな工場を電化できるね。電気が増えるのは素晴らしい。で、そうだ。書籍を作り始めたので、これこれ。本の虫。書籍のある家に、科学力プラス 30%。住宅書籍を3倍消費？おー、なるほど。いや、いいんじゃない？やりましょう、これ。やろうやろう。はい。これをジャパメリカのタウンスロットにぶち込む。はい。まだ空いてんだよな。よし、勝利点も研究完了。あとは、経済学の理論、住宅の収入プラス 20%。え？これ、えぐくない？やる。全然やる。まあもう、お金もね、全然48万とかあるからね。いや、でもえぐいわ。さあ、まもなく経済学の理論、
研究完了です。今の住宅からの収入基礎値が2765。さあこれが多分増えるんだな。研究完了。あ、増えてなくない？で、何が増えたんだ。あ、経済学の理論っていうのが別に追加された。すごっ、3700。えぐ、これは金めちゃめちゃ増えるぞきっと。あとは社会科学の発展、これいる？まあ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 、やりますか。やるか。はい。学者のオフィスで転職熱意カードを作成できるようになると。いらないね。いらない。あとアップグレードツリーの方もあるんですけどもね。庭園とか。まあこっちもその後やりましょう。はい。技術ツリーはこれで全部コンプリートかな。おお。すべての技術が完了。さあ、あとは、アップグレードツリーの方ですね。これもまあ、低木とかね、もうどうでもいいのあるけども。これ何低木って。半径5タイル以内の土地のアピールを5を増加させます。あー、人が住みやすくなるってことかな？これもそうだよね。ヒノキの街路樹とかね。花壇もそうだよね。多分庭園もそうなんだろうな。じゃあ低木置いてみようか、ここら辺に。地味ー。地味すぎでしょう。ちょっといっぱい植えちゃおう。これ。はい。まあ確かにね、隙間はあるんですよ、すごい、このゲームね。結構建物一個一個は大きいから。そういうところの有効活用にはなるよね。これにおいて並木道みたいなね。できるよね。ヒノキの街路樹。花壇。いいね。日本っぽくないけど。そして庭園。いいね。日本っぽくないけどね。いいですね。あれ待って、寒さに耐えかねて死亡しました。だって、今更今更ってのもあったけど。はぁ !3 本だった。うっそ。石炭ないの？あれ石炭枯渇したもしかして。あ、枯渇してる！鉱物の補充しないと。なんか、アラート出してほしい。枯渇しましたって。石炭運び入れる設定になってるんだけどな、120。これがなんかうまくいかない時があるんだよね。すごい死ねる、すごい死ねる。すごい減ってってる。ちょっと移民を連れてこよう。無理やり。はい、じゃあ、続いて、戦艦研究完了。最も強力な海軍ユニット。コスト、鋼材621個。ヒットポイント5万だって、すごっ。でもね、これあれなんだよね。まあ作るんだけどさ。これ、海沿いの相手にしか通用しないんだよな。内陸の方だと確か使えないんだよね、これ。よし、戦艦4隻作ったんで、これで、海沿いにある、この砂漠の国、サナー、攻め込んでみるか。征服、属州化。いけー！ Go！ なんと不幸な、友情こそ我々の望む道だったというのに、あなたは戦争をやるんだ。覚悟はよろしいですね。覚悟、できております。さあ、行きましょう。見てください。16万対4700。すごいね。やっぱりユニットの姿も違いますね。結構。あ、割とやられてるけれども。いや、いけるんじゃない？よし、勝った勝った勝った。結構やられたね、でもね。はい。ファティマ・ハディドを征服しました。勝利者よ。あなたの力は示されました。屈服します。私たちの忠誠はもはやあなた方のものです。そんなコロッと全然関係ないけど、俺、ここお気に入りなんだよな。ちょっとなんか良くない？この、ちょっと山を越えた先にある、辺境の漁村みたいな感じ。ちょっといい佇まいじゃない？それだけです。アップグレードツリー最後の工業の技術。これ5段階あるんですけれども、これで5段階目ということで、はい。技術ツリー、アップグレードツリーすべて制覇ですね、これはね。やってやりました。さあ、じゃあ、これで満を持していきましょうか。黄金の仏閣。金の延べ棒も4700、微妙に100ぐらい足りないけど、まあ、どんどん持ってきてくれるから。じゃあ、姫路城の隣に置きましょうか。
いやー、パート10にわたってね、国づくりやってきましたけども、いろいろ苦難がありましたね。まあ、具体的には、飢えと寒さだな。気づいたら資源がなくなってっからね。それが大変でした。まあ、それを乗り越えてね、かなり大きい町になったんじゃないでしょうか。お金ももう、待って。178万もあるの？すごっ！めちゃめちゃ増えたね。あ、人々はあなたを神と崇めていますだって。ついに国王から神に。さあ、みんな、作ってくれ作ってくれ。熊も応援してるよ。で、俺は我慢できずに急速建造すると。よーし！来ました！あなたの遺産は世界に評価されます。ユアスコア8494。敵は最大でも1000ですね。やってやりました。お、これが黄金の仏閣か。すごい、綺麗だね。やっぱり中国っぽいんだよな。日本じゃなくて。そして熊。すごい。姫路城と並ぶとちょっとなんかまたいいですね。迫力あるね。じゃあ最後に、唯一残った国家、ローエンに攻め込みますか。征服しましょう。これ征服すれば全ての国家を、征服したことになるね。あ、戦艦もいけるね。はーい。スタート！攻撃開始！卑怯な真似を、私たちは素晴らしい仲間でしたが、今ここで戦いましょう。そうだ。仲間だが戦わなきゃいけない時もあるんだよ。よくわかんないけど。まあ、余裕だと思います。あー、でも結構この、火砲がね、16もいるのか。この攻撃力が割と馬鹿にできないんだよね。結構モビルスーツバンバンやられるのよ。まあでも、倒しましたと。はい。偉大なる指導者よ、あなたの力に敬意を表します。どうか剣を向けるのをおやめください。そしてあなたの壮大な王国の忠実なる下僕として、私たちはあなたに仕えます。ああ、世界、統一です。これで私に逆らう国は一つもなくなりました。この国はあれなんだね。殲滅できないんだね。小さい国家は殲滅できるけどな。ちなみにこれよく見るとさ、富士山あるじゃん。富士山これ2個あるよね。アイデンティティ失われるのこれ。さあ、ということで、全10回にわたってお送りしてきたキングダムズリボンの実況は、世界を征服して、遺産をね、4つ立てて、無事ゲームクリアしました。最終的にはこんな感じでね、日本から始まりまして、ジャパメリカが、ここら辺までかな？うん、この辺りが範囲です。で、そこから、海を渡り、サンホンへ行きましたね。ここはそんなに広げられなかったね。ストームハイムとかローエンが邪魔で、あまり領土広げられませんでした。まあこれ難易度が普通だったかな、確か。ね、やったので、まあこんなに弱かったんだろうな。もうちょっと難しいとかにすればね、手応えのあるプレイができるかもしれません。まあそもそもこのゲームマルチプレイ対応だからね、友達と一緒にやってもね、すごい楽しいと思いますよ。ちなみにこれさ、大仏とか2個以上建てることできるんだね。あ、できるな。できるんだ。4連大仏。ありがたみねー。はい、ということでですね、キングダムズリボーンの実況はここまでにしたいと思います。ほんとこのゲームね、おすすめです。ちょっとね、和風が本当にこれ和風、うわすごいインベントリーいっぱい、和風と言っていいのかというね、ところは正直ありますけれども、はい、例えばこの市場とかね、これを和風と呼んでよいのかというのはありますけども、まあそこを割り切ることができればね、他の開発シミュレーションゲームではなかなかないからね、こういう和風な感じってね、かなり楽しめるんじゃないかなと思います。さあ、ということで、ね、ここでおしまいにしましょう。よければチャンネル登録をお願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回別のゲームの実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。